さくら、一緒に帰らないか。え、帰る帰る帰る。今日はチャリ通だから後ろに乗っけてやる。どういうこと。どうしよう、緊張してきた。野崎くん、もしかして昨日私が羨ましがってたから。そもそも自転車の後ろってどうなるんだっけ。無理してこう、こう、その時はこれでいいんだっけ。あ、荷台がない場合もあるよね。さくら、こんなことになるならもっと前もって練習しておけば。はい。これなんだが、一緒に乗って感想を聞かせてくれ。四輪チャリです。二人乗り？